ばんは。今日はこちらの食材を使った話題のカルパッチョに挑戦していきます。まずミニトマトから切っていきます。続いて水菜を切っていきます。続いてこちらの真鯛を切っていきます。おかえり、今日も一日ありがとう、くたびれた。あ、鉄ピの歌、無意識のうちに歌ってもうてるわ。じゃあね、彩りが大事だからね。こういうもの、彩りが大事だから。ではカルパッチョのソースを作っていきます。まずオリーブオイル、そしてレモン汁、お塩、胡椒、お酢も入れてみます。試しに、なんか合いそうな気がする。ではできたソースをかけていきます。はい、北川博之特製真鯛のカルパッチョの完成です。さっぱりして美味しそうだね。特製真鯛のカルパッチョの完成です。さっぱりしてるね。ではいただきます。ほんまにさっぱりしてて美味しい。夏にぴったり、夜勤明けにぴったり。今日も大成功です。幸せ。